声を揃える、潜める、張り上げる。声は願い、声は力。目を凝らし、耳を澄ませ、聞こえるか。その先に、希望がある、未来がある。確かに、一人の人間の力など、微々たるものかもしれない。でも、自分から勇気を出して動かなければ、何も始まらない。情報じゃない、常識じゃない、誰かが言った言葉じゃない。この立命館守山という学び屋で、自分の体で体験して深く考え手に入れた心の芯とつながった僕だけの言葉を声に出して届けよう。私の声を力に変える。